じゃじゃん、ヌーベス。はい、こちらにですね、SD カードを挿すことができまして、まあ、早い話はこれパソコンに挿せば USB カードリーダーになるわけですけども、パシャッ！なんとこの状態で iPhone 用のカードリーダーになると。Wi-Fi 経由で iPhone でも使えると。胸ポケットにスッと入る小型サイズ。まあ、例えば皆さんデジカメをお持ちかと思いますけども、こういうのでね、に、はい、写真撮りましたよ。じゃ、このカメラから SD カードを抜いて、このカードをヌーベスに挿します。キュッ！そしてスイッチオン！で、iPhone の Wi-Fi 設定からヌーベスを選ぶだけです。そしたらヌーベスの専用アプリからデジカメで撮影した写真を見ることができます。ほらね。読み込んだ写真は iPhone のカメラロールに保存できますから、Twitter や Facebook に投稿する際も便利ですね。対応してるカードの規格とフォーマットはこの表の通りです。ご参考まで。まあそういった場合だけじゃなくてね、皆さん iPhone に入りきらないほどの動画とか音楽とか写真とかのコンテンツお持ちかと思います。それらのデータをパソコンから SD カードにザザーっとコピーしておけば、ヌーベスを使って iPhone でそれらを再生することができるんですね。これね、何も分類せずに SDHC カードにデータをコピーしただけなんですけども、ヌーベスのアプリの方で自動的に写真、ビデオ、音楽、書類にそれぞれ分類してくれるんです。ビデオ再生は 720p までのサイズに対応。音楽の方は連続再生はもちろん曲送りまでできちゃいます。こんなに小さいのにバッテリー容量最大4時間あるんで存分にコンテンツを楽しめますね。書類の方は PDF はもちろんのこと、ワードも読み込めますし、Excel の表が今表示されてますね。それからパワポももちろんのこと、あとキーノートのスライドまで読み込めてしまいます。そういったコンテンツ閲覧だけじゃなくて、 iPhone のカメラで撮ったカメラロールの写真、ビデオをアップロード !SD カードの方にアップロードすることもできます。こちら実際にビデオをアップロードしている模様ですね。720p にリサイズしてアップロードされます。僕気に入ったのこの箱。これ、ヌーベスの箱なんですけども、パッケージ。こちらにですね、再利用法が書いてありまして、植木鉢、そしてケーブルリワインダー、あと、貯金箱ですね。現実的に皆さん使うのは貯金箱とかじゃなくて、ケーブルリワインダーとして使う方が多いんじゃないかなと思いますけども。まあ、空き箱を利用してね、こういう風に USB ケーブルなんかを短くまとめておくために使えたりとかね。こういう点も僕は気に入りました。それでだ。こういった製品を接続するとね、Wi-Fi 食われちゃうんでインターネット接続できなくなるのが難点だったんですけども、これ、ヌーベスの場合はね、ブリッジモード搭載してるんで、ちゃんとメールの待ち受けとかね、インターネット使えます。iPhone 用の Wi-Fi カードリーダー、ヌーベスでございました。ちなみにこれ貯金箱として使いたい方、ここに最初から穴開いてますんで、工作する必要は一切ありません。